不確定じゃんけん王決定戦、続いての試合は準決勝第1試合、かまいたち山内 VS 脳殺ギャンブラーセクシー女優小倉優奈。さあ山内さんどう？そうですね、今その高藤力さんと浜江の試合を見て、うん、だいぶこっちの熱も上がったんで、あ、そう、うん、あの試合に負けない試合を見せたいっていう気持ちがなるほど高ぶってますね、はい。小倉さんどうですか？やっぱ男の人なんで、うん、さっきと同じようにちょっといろいろエッチなこといっぱい言おうかなって思ってますね。そっちいいなでは参りましょう、不確定じゃんけん試合開始。よろしくお願いします。お願いします。それではもう入ってるんですか？はい、入れました。すぐ入れちゃうんで。やだ、すぐちゃん失礼します。はい、それではいきます。最初はグーじゃんけんぽい。うん、なんかさっき酒井との試合見てて、はい、なんか酒井にだけ見せてるのあったじゃないですか。あれって対戦相手には見せてもらえるんですか？お前ただ見たいだけやろそれパンツ好きなんですか？まあ嫌いじゃないですよじゃあ山内さんにだけ見せるから、はい、グーにしてほしいです。もし私のパンツが見えたら。見えたらですよ。見えたらそのリップサービスだけやったら、うん、そんなこっちも大事な試合なんで変えるわけにはいかないんで、うん、見えたかどうか手で分かるってことですね見えたら。あ、見えたんや。早っ早っ何やねんこれまあ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 いいんじゃないですか。グーにしてます？あれ逆に？それは分からないですけど、まあ見えたらグーにしてます。セット。早っ。あ、本当に？グーにしたらセット。おお、どっちにしました？僕を信じたんですか？信じてないんですか？なんかその目信じられてない気がするなあら、うんうん、使いますバカだなこいつ。カッコつけてる。それではパンツに舞い上がってるやん何やのカッコつけた革命。手に取るように分かります、彼女の心理が。分かってる、はい、バカですね、こいつ。それではせーの、じゃんけんぽい。小倉さんの勝利。え、ちゃんとパンツ見たからグーにしてくれたんですか？カードも使って負けて。どういう負け方だ山内、今大会で最もダサい負け方で先制を許す。それでは2戦目いきます、はい、恥ずかしいね今の。これは恥ずかしい、ね、最初はグーじゃんけんぽい。何してんねんこいつ。まあもう使ってきますね。そろそろ見たいと思うんで、みんな。あ、田舎チョキでお願いします。はい、はい、はい、しました。田舎チョキしてます、うん、今グー出してますか？今はまだちょっと決めかねてますなんで決めかねてるかって言うと、やっぱり普段書かない手汗がすごく乾かす意味も込めて動かしてます。あ、なるほど。でも出してます？もう決めてます？今何出してますか？私今、うん、田舎チョキ。田舎チョキ出してくれてるんだ。はい。お、でもさっき僕がグー出すって言ったのに信じなかったですよね。まあさっきは結果的に、うん、一度嘘つく人ってもう一度嘘つくんで、うん、あなたは嘘をついてます。セット。おお、決めちゃったんですか？決めました。お、嘘ついてますって言われたから田舎チョキ出したくなってるよな多分今。いや、田舎チョキを出してくれるんでしょ、なんだかんだで、うん、まあ私出すのが仕事なんで。うーん、じゃあ出しちゃってくださいよ。しょいわ。これでいきます、セット。それでは決まりました。せーの、じゃんけんぽん。おっしゃー、エコやんか
エコやんかほんま。山内精一杯の心理攻撃でなんとかイーブン。そして勝負の第3ラウンドで革命を使った小倉だが、じゃんけんぽい。結果はアイコ。勝負は第4ラウンドへ。最初はグーじゃんけんぽい。ちなみに酒井とさっきのもう一人の方以外で誰かいたんですか。ちゃんと名前を知ってるよ。誰がいたんですか。それは言えないですよ。正直に言ってくださいよ。誰がいたか一人だけ言ってくださいよ。じゃあ言う代わりに、言う代わりにパー出してください。いいですよ。ちゃんと言ってくれるなら出します。本当に出しますよ。そらじゃあ言いますね。やめとけ。はい、二人死んだ。いっちゃった。二人死にました。ここにいない二人死にました。ちょっと頼むね。すごい流れのセット来たな。かまいたちが挑む新たな博打。800万だけ。止まる位置がスローで見える。ヤフーニュースじゃなくて共同通信なんです。来い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 。笑わせれば笑わせるほどギャンブルの軍資金が増えていく。笑いとギャンブルで1億円をつかみ取れ。涙で前が見えねえじゃねえか。笑い崖1月26日スタート。命やろー。